皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。ただいま私はですね、長野県に向かってまして、日本旅行さんの星空撮影会、今日ペルセウス座流星群の極大日の日なんですけど、その日本旅行さんの星空撮影会があって、それに向かっているところです。運転中ですね。すごい渋滞、やっぱお盆時期ってのもあってね、すごい渋滞してて、で、暇だから、さっきまで車止まってたんですけど、そうだ、動画撮ろうと思って、今動画を回したところ、渋滞が解除したというような感じですね。はい。で、今日の話題なんですけど、前からちょっと動画にしようと思ったんですけどね、ペンタックスさんがね、天体写真アシスト機能っていうのを発表したんですよ。ペンタックスの、K1、K1 マーク2、それから、なんだっけ、リミテッドなのかな、要するに K1 シリーズ、そのフルサイズ、ペンタックスのフルサイズシリーズに対して、プラス1万円払ったら、その天体写真アシスト機能が使えますよっていうものなんですよね。で、これね、おやと思って、内容がどういうものかというと、まず、星 AF だよね。OM システムさんのカメラに星空 AF っていう、まあ星に対してピント合わせをするっていう機能があるんですけど、それがペンタックス版だよね、星 AF。多分 OM さんが特許かなんか取ってるから違う方式での AF なんだろうけど、ピント合わせをオートでやってくれるというような機能がまず1個入ってると。あと、リモコンを使ってフォーカスを微調整するっていう機能がついてますよと。まあ、これは、純正レンズよね。天体望遠鏡とかにつけたらもちろん使えないんでしょうけど、ペンタックスもしくは K マウントのその AF レンズ、他社のそのタムロンさんとかシグマさんとかね、そういうレンズで、使った時に、ちょっとずつ微調整することができますよと。いうのが二つ目。で、三つ目が、天体写真の画像処理っていうのがカメラの中でできますよと。この三つ目の天体写真の画像処理は私も最初ちょっと勘違いしたんですけど、すごいね、なんかフラット補正みたいなのを聞いてて、光害かぶりが軽減されてる、写真がアップされてるんですね。てっきりオートでそれやってくれると思ったんですけど、違いますね、多分あれね。オートじゃなくて自分でカメラの中でやるっていう機能だと思うんですけど、まあそれでもそこまで、処理をすることができますよっていう。写真があったんですね。で、これ、まあ、1万円アップデートか、みたいな最初思ったんですけど、やっぱ星 AF のとこですよね。ピントは、ちょうどね、私のオンラインサロンの塾生さんで、ピント合わせすごい困ってんのかな、みたいな人がいらっしゃってですね。まあ、写真、頑張って写真撮ってるんですけどね、まあ、とにかくピントが出てないと。で、私がまあ、その人が使ってるカメラが富士フィルムだったってのもあってですね。富士フィルムって今ね、業界内で一番その暗い場所でピント合わせしにくい液晶モニターじゃないかなって私思うんですけど、やっぱそれは苦労するよなって感じだったんですよ。で、そこで出てきたペンタックスのその、天体写真アシストの星 AF ですよね。まあ、オリンパスさん使ってももちろん良かったんでしょうけど、多分その方はですね、まあみんなそうだと思います。センササイズがまあ小さいというのが気になると。マイクロフォーサーズでも星の写真って撮れるんですよ。私ずっと撮ってたんで。ただ、やっぱなんだろう、その扱いに慣れてる人っていうのかな。撮り方も、やっぱりマイクロフォーサーズの特性ある程度分かってないといけないし、それから画像処理だよね。画像処理で、ちょっと OM さんの色っていうのもちょっと特殊なところがあるので、まあ夜の写真に対してですね、そういう画像処理のところでもちょっと、慣れてる人じゃないと難しいかなっていうふうには思ってるんですよ。で、だからまあフルサイズの方が楽だろうなとは思うんですね。だから OM システムさんのカメラ使えば星空 AF 使えますよとかっていうのは確かにあったんだけど、やっぱり、初心者の人というか、そういう方が使うにはちょっと難しいところがあるのかな、みたいなふうに思ってたんですよ。で、ペンタックスさんですね。フルサイズ。まあ、ミラーレスじゃなくて一眼レフですけども、それが星 AF を乗せてきたっていうことで、
で、今、調べて、ちょっと調べてみたんですけど、K1 とかって、中古で買うと9、まあ、10万切るぐらいで買えるんでしょ？中古だと。で、K1 マーク2で13万とか15万ぐらいなのかな？で、買えちゃうと。で、プラス1万払えば、星の AF が使えるっていうことですよね。あれ？すごいコスパもしかしていいんじゃないのと思って。で、K マウントペンタックスの悩みといえば、レンズですよ。やっぱレンズ選びがなかなか難しいっていう話があると思うんですけど、純正で、ね、15-30の 2.8 っていうレンズが出ています。これ中身、タムロンさんの 15-30の 2.8 と同じものなんですけど、なんていうか欲張らなければ、まあ、結局そのピントが合ってなければ写真として成立しないわけで、ピントが合うか合わないかっていうところを大前提にとして考えると、レンズの種類が豊富か豊富じゃないかって、そんなに大きな問題じゃないと思うんですよ。要は、ピントが合わないっていうね、そういう悩みがある中で、自動で合わせてくれるんだから、そのカメラを使えば、まあ、ピントはガチピンで得られるわけですよ。しかもです。フルサイズなので、で、15-30の 2.8 ってね、私GFX 使った時に、マウントアダプター返して GFX 用のレンズで使ったんですけど、いいんですよ、すごくあのレンズ。すごく良くって、で、今はミラーレスになってレンズ設計に余裕ができたから、もっと良くなってるんですけど、そのタムロの15-30の 2.8 で満足してなかったかっていうと、全くそんなことなくて、さらにそれよりもいいものが出てきたっていうだけなんですけど、今ってその人間の目で、いいって思えるレベルを超えた良さが出せるようになっているって言えばいいのかな。ちょっと言い方難しいですけど、要はそのもうオーバースペック感があるわけですよね。だから、その純正のペンタックス15-30の 2.8 が、すごくいいレンズなので、それがあるなら別にその K1 と15-30の 2.8 の組み合わせで、一眼レフだからちょっと大きいけど、まあ、そういうところを飲み込めば、非常にコスパのいい組み合わせで、星の AF が使えるという感じなのかなと。純正の15-30の 2.8 もなんか中古でちょっと見てみたら15万ぐらいで買えるんでしょ？だからまあそれにプラス1万、まあ予算31万、だから31万円ぐらいなのかボディドレンズ合わせて、うん、ぐらいの感覚ですよね。で、例えば OM システムで同じくその OM1 マーク3とかと、似たようなレンズだと74-2.8か。で、合わせ考えると多分30万超えると思うんですよね。そう考えるとコスパが良くって星の AF が使えてフルサイズで、で、私 K1 で写真撮ったことありますけど、まあ十分な描写性能もあったので、あれ、もしかしてこれ初心者の人でね、これからちょっと星撮りたいんですけどと、で、ちょっとピント合わせ苦手でみたいな、そんな悩みの人がいて、いや別に私そんなたくさんレンズなくていいからっていう方であれば、一番もしかしていい組み合わせっていうか、おすすめできる組み合わせなんじゃないのかなというふうに思ったんですよ。だから今までその見向きもしなかったね、ペンタックスの K1 マークス、いいカメラなんですよ、いいカメラなんですけど、あまりその興味のなかった方が、その天体写真アシストで星の AF が加わったことで、一気にまあなんか最前線に踊り出たっていうかさ、なんかそういう感じがするんですよ。ねえ。なんかこういうのすごくいいなと思ってて、なんか今使ってるカメラがやっぱりアップデートすることで、新しい機能が使えるようになって、それで長く使えるカメラになるっていうのはすごいなんか素晴らしいことだなと思っているんですけども、やっぱりね、まあ、ご年配の方になってくると、どうしてもその、ね、視力の問題、老眼とかも入ってきてですね、星のピント合わせっていうのが、なかなか難しくなってくると。で、マニュアルフォーカスで合わせるもんですから、やっぱどうしてもその、うまくいかないっていう場合があるみたいなんですよね。
そういう悩みを、いや私も自分の動画でやっぱりピント合わせの悩みの動画って何種類か出してるんですよ。そのフィルター使ってフォーカス合わせるとか、ニコンもね、液晶モニター全然見やすくないので、ニコンを使って、どういう風にピント合わせをしたらいいかみたいな動画出してたりするんですけど、そういう悩みをね、悩んでる方が多いんですよね。だからそういう状況なので、ペンタックスさんの今回の天体写真アシストの機能の、アップデートの情報っていうのは結構自分的にはおってきたんですよね。うん。だから同じ悩みを持ってる方ですね。一度ペンタックス検討してもいいかもしれないですね。まあ、ペンタックスってね、ペンタックス K1、K1 Max ってボタンのイルミネーションが最初についてただけとか、液晶モニターがこうグニグニ動いてすごいフレキシブルな動きができたり、あとカメラの中で比較明合成ができる唯一の一眼レフなんだよね。うん、インターバル合成だっけ、まあ、そういうのができたりとかって、実はね、星に、対してのその撮影の機能ってすごいたくさん入ってて、あとね、自分はその天体写真その時やってたんですけど、ペンタックスのカメラボディってミラーボックスケラレがないんだよね。一眼レフってミラーボックスっていう、まあ、その、こうミラーがバタバタ動くあれですけど、それが入ってて、それがね、ちょっと映るんですよ。だから、こう、上下に対してそのミラーボックスケラレっていうのが出てしまうというのが、やっぱり天体写真では、一つのハードルだったんですけど、ペンタックスのカメラってなんかそのカメラの中のボディのその、なんだろう、光の通り方がすごく優秀みたいで、ミラーボックスケラレないんですよね。っていうのを私前職の時に見てるんで、いろんな観点で実は星に向いてる部分っていうのがたくさんあるんですよ。ね。だからね、ちょっと同じような悩み持ってる方、ペンタックスを検討してみてもいいかもしれません。私もなんか一個持っててもいいんじゃないかなみたいな感覚になってきましたね。うん。まあ、すぐは買わないですけど。とりあえずね、まあそんな感じで、ペンタックスの天体写真アシスト機能が入ることで、今、星のピント合わせとか、撮影に悩んでる方はですね、解決するんじゃないかなということで、情報発信をさせていただきました。はい。じゃあ今日の動画はここまでになります。引き続き運転気をつけたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもどうも。